こんにちは、花の矢端。もう一回やね。こんにちは、花の矢端ガーデンチャンネルです。はい、久しぶりの撮影になりました。夕方で涼しいタイミングで撮影してます。結構ね、長野で撮影することが多かったんですけど、まあ今日は宿根草じゃなくて、メインの球根。球根といえば、チューリップについて、現段階の情報を皆さんに、視聴者の皆さんにお伝えできればな、っていうふうに思ってます。動画でも何回か上げたんですけど、今年は特にこのチューリップの球根めちゃくちゃ数少ないんですよ。どれぐらいかったらもうめちゃくちゃ結構量少ないです。で、その販売の時期が大体9月上旬ぐらいから10月の末ぐらいにこの2ヶ月間がピークで、すごい売り場が作られて並んでるんですけども、種類も普段であれば豊富、量もたくさんなんですけど、今年は売り場結構少ないかもしれません。なんで、やっぱりね、マニアの方とかこだわりのある方はもう販売9月の上中旬開始した頃からこう商品も徐々にこう入荷していくんで、実際は10月の上中旬がベストです。ベストっていうのは、いろんなものが揃います。例えば、9月の20日ぐらいだと、まだ、ギレとかが並んでないんですよね。カサブランカとかが。カサブランカとかが9月の20日以降ぐらいなんで、まあ、いろんなユリとか、乙女の植物が入れると、10月上中旬になると、フルラインナップで売り場に並びます。並ぶんで、その時期に行って、いろんなものを見て、比べて買ってもらう方が、まあ、いいかなっていうふうに思います。もちろん少ない品種とか数量限定のものっていうのはもう販売してからすぐになくなっちゃう可能性、売り場でリピートが効かなくて、売り切りごめんの商品も多々あると思います。なのでちょっとね、その時期時期で足運んでもらって売り場見ていただく、もちろんオンラインショップの方でも、花の矢端オンラインショップの方でも同様にたくさんの種類扱ってるんで、見ていただいて予約いただければいいんですけども、そのタイミングにしかないものもたくさんありますので、ぜひ一期一会としていいものは見つければ購入いただきたいなと思います。で、これも動画で上げてるんですけど、仮にね、9月の10日に売り場行っていいもの見つけました、ラッキーと、チューリップいいの見つかった、よかった、念願のもの買えたって、家帰ってすぐ植えないでください。もう9月10日なんか植えたらもう真っ先に球根腐らしてますって言ってるようなもんなんで、はい、絶対にこの気温がちょっと下がった頃でいつやねんっていうと、だいたい10月10日前後がちょっと気温が下がってきて球根の植え付けの時期に適してますという時期なんで、できれば10月の10日前後ぐらいから植え付け開始してください。もう九州とかだったら10月とかでも暑いかもしれませんね。もっと後でもいいかもしれません。あんまり早く植え付けると地温が暖かすぎて腐っちゃう可能性もあります。はい。で、一応10月10日植え付けですよっていう目安の時期として、10月10日は休校の日っていうので、花の矢端が記念日協会に申請して、そういうのも表彰ももらって認定受けてますので、まあ10月10日休校の日を軸に休校の植え付け開始いただけたらなっていうふうに思います。で、今回何されたかったかっていうと、さっき言ったように今年物が少ない。なんで物が少ないかっていうと、おそらくじゃなくて、日本国内でこう売り場で並んでる球根の大半がオランダのチューリップなんですよね。そう、まあ、食品とかでもそうですけど、結構海外に依存してるんですよ、園芸植物も。で、チューリップのどれぐらいかな、7割8割はもうオランダ産だと思うんですね。もうもっとかな、8割強で、そのオランダ産、海外産、オランダ産の球根の作柄がめちゃくちゃ悪いです、今年。もう一般的な品種から珍しい品種から結構今年少ない、まあ、やっぱりあのオランダの生育環境がちょっと悪かったんで、腐敗とかが出てて入ってこないものも多々あるみたいです。まあ、花の矢端は極力ね、球根の会社なんで、たくさんの種類を輸入もしまして、もちろん国内でも生産して販売してるんで、極力たくさんのものをたくさん納品できるように
オンラインショップ含めてしていてはいるんですけども、そういう年だよと。なので、まあ、今年に限らずもうこれから以降、今年以降植物にとってはもうすごい厳しい環境が続いていくので、いいものが出たら、いいものこと巡り合ったら、その場でやっぱ購入していくっていうことをお勧めします。なかなか今までみたいに半額になったから買います、チューリップの球根をとかっていうのができなくなる可能性がありますので、もし売り場に行っていいものがあればその場で購入してあげてください。まあ為替で言うと円安、ユーロももう170円近くを前後してます。どん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 輸入する園芸商品っていうのは高価な高級品になってきてますけども、花根元はちょっとでもお安く皆さんに楽しんでいただけるように頑張って輸入、頑張ってパッキング、頑張って発送していきますので、花根元のマークですね、見つけたら一度手に取っていただいて球根見て、もう一回パッケージ見て、よければその買い物カゴに入れて買って帰ってください。はい、球根の普及活動を、まあ花行くとか花とも含めて花根元もしていきますし、皆さんともその花根元の商品購入いただくことで間接的につながることもできるんで、私はそういうことを楽しみにしてます。また何か買ってね、質問事項とかあればこの YouTube のコメント欄でもいいですし、インスタですねの DM で、メッセージいただいてもいいです。たくさんのコメントメッセージお待ちしてますので、よろしくお願いします。今年またダブルデッカー、去年ね好評やったんで、そういう植え方とかもご紹介しながら、実演しながらやっていこうと思いますんで、はい、今年何しようかなと思ってるんですけど、まあ、皆さん驚いてもらうようなことをしたいなと思ってます。はい、そんなところかな。まあ、まずずっと言ってるんですけど、本格的にも輸入の状況も分かってきたんで、これ見てる方は結構ねチューリップとかの球根情報にも関心高い方が多いと思うんで、まずお伝えしておきます。もう間もなくチューリップ花根元にはたくさん球根が入荷してます。もう今しばらく売り場に店頭に並ぶまでお待ちください。オンラインショップの方ではすでに予約販売開始してます。会員登録いただくと1000円分のポイントも付与されますので、よかったらぜひこのタイミングで会員登録してみてください。 YouTube の方、今回によかったらチャンネル登録高評価お願いしたいと思いますし、メンバーシップの方も作りましたんで、よかったら、スイセン、ヒヤシンス、チュリップ3ランクありますんで、メンバーシップになって花根元の、講演応援よろしくお願いしたいなと思います。なんかねコメントでね、こんなんしてほしい、あんなんしてほしいとか、動画いただけるといいかなと思いますし、意外に前々回かな、動画で花友のね活動したいっていうので、結構DM インスタのでいただける方が多かったんで、学校の教員教師の方とか見てて、小学校でも幼稚園でも中学校でもとか、まあ、地域のボランティアの方とか含めて、なんかこんなんしてみたいなとか、まあ、花根元とこんなやりたいなっていうご意見があれば、ぜひ YouTube のコメントでもいいですし、インスタとか含めて、あとホームページの方でもお問い合わせコーナーがあるんで、メッセージいただけたらなっていうふうに思います。はい、今回は、まあ、チューリップの情報を簡単にお伝えしました。これから本当に夏本番向かいます。皆さん園芸だけはね炎天下危険なんで気をつけてください。日陰、暑さ対策、熱中症対策、しっかり水分補給してやって楽しんでいただけたらと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。